さんこんにちは。こちらはスタンダードローズです。今日ね、実はここ目継ぎをしたんです。これはね、アイスバーグ、これはアイスバーグです。ここにね、目継ぎをね、この部分とこの部分ね、ご覧いただけるでしょうか。はい、こことそしてこちらね、ここプチッとなってるでしょ。2箇所ね、はい、こちらと、はい、こちら2箇所目継ぎをしました。2メーター50ぐらいはあるんですけれど、この部分ですね、1メーター20ぐらいのところで目継ぎをしました。そしてね、こちら3号鉢ぐらいでちっちゃいのでね、このコンクリートのガーデンね、ちょっとやっていけるかな。コンクリートなんですね。なのでね、ちょっとこちらのウルオの方をね、今洗いました。これウルオっていうんですね。ウルオに植え替えようと思います。もうこのままね、スポット変えるだけです。岡山県の、浄水ケーキです。この浄水ケーキを使って植え付けしようと思います。もう これのみに植えます。それでは植え替えます。こちらのね、3号鉢と思われるこれですね、抜きます。足を引っ掛けてごめんなさい。よいしょ。結構ね、すっぽりときましたね。さっき叩いてきましたので、うわ、こんな感じです。じゃあこれにね、土を入れていきますね。それでは浄水ケーキを入れます。浄水ケーキってね、こんなんですよ。はい、肥料がね、全然入っていません。こんな風に植えました。これね、支柱をね、やり直さないとこんな曲がってますもんね。曲がってます。支柱を外すとね、こんなに曲がっていましたよ。まっすぐになるように支柱を立てていこうと思います。ここかな、この辺りね、立ててまっすぐね、まっすぐになるように育てたいです。結構ね、あんなに曲がってたのにまっすぐなったでしょ。それではお水をあげていこうと思います。リキラスをと思ったんですけどね、これは腐食がね、少し入っているんです。ちょっと成分表を見てみますね。ここですね、腐食 5.2、 まあ少しなんですけどね、入っているようです。なのでね、このままでリキラスをあげないでおこうと思います。お湯をね、熱ければあげていきたいと思います。肥料分がない方がいいそうなんですね。これ肥料分がほとんどないですね。はい、これで植えていきます。はい、こちらですね、お水をあげていこうと思います。ではお水をあげます。スタンダードローズですね。これ夏の間育てるわけなんですけれど、水入れ厳禁です。水入れすると芽が飛んじゃう感じですね。せっかくの芽が出てこないということになるので、もうこちらのね、コンクリートのガーデンではおそらく無理。先ほどのちっちゃいね、この鉢は無理ですからね、こちらに移しました。そしてですね、こちらが、東と南に面しているところなんですね。東と南に面しているところにしっかりね、太陽がこの目に当たった方が芽が出やすいということでね、こちらのところへ持ってきました。はい、ちょっとね、暗くなっちゃいました。ご覧いただけますか、水はけね、かなりいいんですよね。そしてオーバーフローするまで上げますね。ごめんなさい、はい、オーバーフローね、ちょこちょこっとね、水が出てますね。オーバーフローするまで上げました。こんな感じです。はい、これでね、芽が出るのがね、早ければ1
数ヶ月で結果は現れると思うんですけどね。どんなでしょうか。以前したスタンダードローズがありますのでご紹介させていただきます。暗くなっちゃってますね。こちらです。こちらがスタンダードローズ。ここですね、三つ木した部分もうね、なんかね、合体してね、がっちりがっちり三つ木して、でこれはあの右と左に同じようにしたんですけれど、ついてますね。こちらはアンネの思い出を三つ木しました。今年の春まではうんともすんともだったんですけど、急にね、芽が出てきて咲いてくれましたよ。結構ボリュームがあって咲いてくれました。こんな感じにしています。2月30日です。スタンダードローズの芽が出てきました。はい、